のこれ見てやばっ。北のシュペレット、ハルくんです。今回のシュペレット生活は、3日間3食ペヤング生活です。うわーすげー。いやー僕1週間3食カップ焼きそば生活ってこの前やったじゃないですか。はい、あれ結構反響がありまして、はい、じゃあその介護感どうですか今回。いや介護感っていうの3日のことを介護感っていうのまあコメント欄に、まあ、ペヤングをもっとやってくれと、うん、あとはあの生活やってて思ったのはペヤング種類ありすぎじゃねっていうのを思ったので。そうだね。っていうのもあってそのペヤングにだけ特化したあの、うん、縛り生活しようかなと思ったんですけど、うん、でいろいろこう調べてみたらもうね今販売されてないのに多くて、うん、まあそうだよね、全然手に入んないんですよ。皆さんもちょっとお近くのコンビニ行って見てみてほしいんですけど。まあね、あんまないっす。なんか足早いよね、突飛なもん出しても。あ、そう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 。なくなる。じゃあもう極力もう全部別種類で食べようかなと。あ、そうですね、同じものはなるべく食べないようにしたいなと思ってます。まあそんな中でもかなりいろんなところに電話かけまくって、あの見つけてきたものがあるので、いろんな味も皆さんに紹介できるかなと思うので。なるほど。はい、見てみてください。じゃあ、ハルくんの3日間3食ペヤング生活ご覧ください。はい、どうぞ。あー、おはようございます。ということでペヤング生活始まりました。いや今回は3日間なんでね、しっかりと一食一食味わいながら生活していこうと思うんですけど、もう寒すぎる。マジで寒い。いやーなんか大学生みたいな生活になってる。起きて寒いって言いながらとりあえずコンビニ行ってペヤング買いに行くっていう、なんか懐かしい感じがします。こっちも出てましたね。豚バラ入り油そば、すごはい、ということでペヤング作りました。こういう寒い日には食べたくなりますな、あったかいペヤングが。もう半年ぶりとかですかね。いやー久しぶり。実はペヤングの一番最初ってペヤングヌードルが最初らしいんですよ。焼きそばのイメージめちゃめちゃ強いけど元はカップヌードルだったっていう。いや知らなかった。それ1970年代ぐらいの話なんですけど、最初の頃は袋麺の中でちょっとおしゃれで高価なものとしてカップヌードルがあったらしいですよね。そんな時代に若い子はあまり買えないので、あの2人で分けて食べてねっていう、もう若い子2人で食べてねっていう意味でペアとヤングでペヤングらしいんですよ。で現在のこの四角いパッケージで出すカップ焼きそばっていうのも初めてだったらしいです。ちょっとそのリスペクトも込めて今日ちょっと1970年代の服で食べようかなと思って、70年代のスカジャンと70年代の T シャツですね。もうこれボロくなって穴開いてるんですけど、それも含めてかっこいいんですよね。まあ、ヴィンテージものと一緒ですよね、うん、この何十年も愛され続けてるというということで、まあ、ペヤングさん、マルカ食品さんにリスペクト込めていただきます。じゃあ3日間よろしくお願いします。うまい。うん、待って、一瞬だったんだけど。結局ペヤングは何味が一番うまいんだってなっても、やっぱりこの味が一番うまいんじゃないかなと思ってるんですけど、あのこの生活ね、できるだけ全部別の種類で食べたいなと思ってるんで、はい、美味しいペヤング見つけたいと思います。お昼ご飯食べたいと思います。辛味がうまいのに食べてる。おい、これ辛いんか、また。
この辛いの怖っ。豚バラ入り油そば。豚バラ入ってるってすごくない？めちゃくちゃ高いよな豚バラって。うわわわわ、なんかちょっと辛そうだぞソース。おー、激辛ソース書いてるやん。もう豚バラか。へえー。でも値段はねあんま変わんなかった感じする。さあ入れます。激辛ソースってこれいつものやつと一緒なのかな。あーやだ、嫌な匂いしてきた。で調味油、これが油そばの元になってくれると。これやばそうだな、なんかいろいろ。おお、あーでも確かに辛い匂いよりも豚の旨味みたいな匂いがしますね。豚臭いっすね。はい、ということで、ずっと編集してたんですけどお腹空いてきたので昼ご飯いただきたいと思います。ペヤング油そばですね。これなんとカロリー745キロカロリーありました。740、このサイズであるの結構すごいと思う。なんか70年代の服着る気分じゃなかったんで、あの90年代ビッグサイズでいきます。じゃあいただきます。辛いけどうまいかも。うまいなこれ。僕アンチペヤング激辛系なんですよ。あの激辛ペヤングを出しまくるペヤングさんは嫌なんですよ。僕本当にやりすぎなんで、あの激辛は。今回激辛なのに豚の旨味、そしてこの背脂みたいな脂の旨味で甘めなんですよ。これすごいぞ。うん、でも見てください、これだいぶテリッテリなんですよね。うん、はい、激辛のソースを使うシリーズの中でも僕は一番うまかったです。最高です、ごちそうさまでした。お腹いっぱいだもん。いやちょっとね、地味な絵が続いちゃってすいません。縛り生活をしてる最中に動画を編集してアップロードしてっていうのがね、まあ僕の仕事っちゃ仕事なので、もうずっとこういう感じなんですよね日々。本当はなんか面白いイベが発生すればいいんですけど。腹はマジで減りました。めちゃくちゃ減りました。食べましょう。爆食いします。今回こちら食べます。超大盛り焼きそばの彩り豊かな7種の具材の焼きそば。マジで見たことないタイプのやつですよね。これがね、たまたま売ってたので、こちらいただきたいと思います。カロリー、なんと1058キロカロリー。袋がいっぱいあるってこと？お、え？あ、2個だけだ。2個だけっすね。ハムとかしめじとかありますね、キノコ。キャベツ、豚肉、コーン、かまぼこ、エビ、人参、ぶなしめじあるらしいです。めちゃくちゃ彩り豊かですね。いってらっしゃい。うん、お惣菜みたいな匂いですね。それじゃあ、いただきます。いや今日もマジ座ってるだけで一日終わったな。よし、いただきます。うん、うまっ、超うまい。塩焼きそばみたいな感じだ。うん、うわ、しかもね、ぶなしめじのキノコの旨味とエビとかの海鮮の旨味も
全部足されてて、ま、塩焼きそばにすごいあの胡椒効いてるっていう感じですかね。うまっ。うん、頑張ってよかった。これ見て、これ具材がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。うん、具の部分がマジうまい。ペヤング史上一番うまい可能性あるわ。僕の日課はですね、あの YouTube のコメント欄をひたすら見ていいねをしていくことなんですけど、ふとね暇だなって思った時にコメント欄を見ると絶対新しいコメントが来てるんですよね。本当に数十分おきとか、もう本当5分おきぐらいに新しいコメントつけてくださるんで、もうそれを見てるのが最高に楽しくて、最近、あ、最近のコメントだと、うわマジでラーメン食べたくなる、明日の講義終わったら食べに行こうかなみたいな、もう会話してる感じなんですよね。あの、僕はこれをこの生活やって何キロ太りましたとか、下のうち食生活狂ってんだろ、人生かけて食生活狂ったら何年生きるかの検証してるっていう、めっちゃおもろいコメントがあったのでいいねしておきました。ほんで今もう視聴者と共に生きてますね、北内は。もう常にコメント欄見ながら次何しようかなって考えてるっていう感じです。はい、ごちそうさまでした。いや、きつい、お腹パンパン。ちょっと今日一日すごく地味な YouTube 仕事をやってたから、こうよりこう感謝の気持ち強くなりましたね。その声のおかげでできるんだみたいなっていうのを改めて感じたんで、はい、ちょっと熱くなってしまいましたけど、明日もよろしくお願いします。あー、めちゃくちゃ顔むくんでます。顔パンパンになるわ。で、この企画やるにあたってね、めっちゃいろんなお店行って回って見つけてきたピアンコ、こちらなんですけど、まあちょっと朝これ全部ちょっと重いんだよな。ペヤングさん最近重いのしか作らないから、朝ごはんに食べたくねえよ。さあ開けてみましょう。うわすごい、ニラ草、本当にモス煮込みやな、すげえ。うまそうっすね。じゃあいただきましょうか。2ヶ月に1回ぐらい行ってる病院があって、そこに今行ってきたんですけど、その近くの公園でいただきたいと思います。めっちゃうまい。やばいっす、これマジうまいっす。一番うまいかもしれん、今のとこペヤングで。もつ鍋した時の締めのラーメンみたいなのあるじゃないですか、あれの味にめっちゃ似てる。うん、このもつがね、しっかりもつの味、食感も。はい、お昼ご飯を食べたいと思います。はい、今ちょっとフェルトとね、別の撮影で外に来たんですけども、公園でね、一緒にご飯を食べようと思いまして、僕は唐揚げ弁当食べました。はいはいはい。いや、てかさ、存在忘れてたけど大丈夫？ひどいよ、ひどいよ。俺の撮影があってもうパンパンやん。いやでもこれ、新たなペヤングと出会えるかもしれない。これでも一応ね、あ、そうだ、これ豚骨焼きそばなの。あ、じゃあいいんじゃない、むしろ。そうだ、豚骨ラーメンになるだけや。量多、すげえ。いただきます、ペヤング豚骨。ラーメンみたい。ふにゃふにゃ。こんなに元気ない麺初めて食った。ふにゃらなかったら美味しかったかも。あ、美味しい。でも普通にマジの豚骨ラーメンって感じ。で、今回これペヨングってやつにしたんですけど、一応そのペヤングとペヨングって別物で、あ、そうなんだ。ペヤングの会社がやってるなんか安価の価格で出せますみたいなやつらしくて、あのマルジェラで言うと MM6 みたいな存在。わかんねえよ、誰がわかんねえよ。アディダスで言うと3ストライプスみたいな。あー、ちょっと違う。やっぱ今日グレーの方が良かったな。はい、ということで、夜ご飯ですね。今日フェルトと、夜までなんか撮影してたんですけども、ペヤングを料理として提供されている居酒屋さんがあったんですよ。だからカップ焼きそば食べて終わるかなと思ってたんですけど、ちょっとそんな面白いお店があるならぜひ行ってみたいなと思いまして、夜は
居酒屋さんでペヤングいただきたいと思います。どんな感じで出てくるのやろ。はい、ということで来たんですけど、めちゃくちゃいい雰囲気の居酒屋で、ね、メニューあれどこにあるんだろうと思ったら最後にありました。こちら冷やし鶏だしペヤング。冷やしなのかな。ちょっとマジ気になりますね。これと、まあ、せっかくなんで、ドリンク一杯頼んでこちらで行きたいと思います。きたー、すごい。待って、ペヤングの面影を感じないけど、器ちゃんとペヤングだわ。すごい、うわ、ペヤングや、すげえ、うわ、でかっ。鶏チャーシューみたいなのが入ってます。あ、これいらないか。じゃあいただきます。うまっ。うん、チー油の油をすごい感じる。じゃあいただきます。ちょっとシソたっぷりで。うわ、うまっ。組み合わせがうますぎるわ。こんなんペヤングに入ってないですけど、いただきます。ペヤング生活、これ反則かもしれないですね。すいません、なんかこれレギュレーション違反な気がしてきた。それぐらい別物です、これ。うん、たっぷりのみょうがとしそと合わせて、これでいただきましょう。最高な味変になりました。スープももうほぼ最後まで飲んじゃった。おはようございます。最終日です。普通のラーメン屋さんよりね、ペヤングの方が多分塩味がすごいと思います。今日はですね、こんな顔パンパンな時にやるべきじゃなかったと思うんですけど、宣材写真を久々に撮りに行くんですよね。最後に宣材写真撮ったの多分4年、5年前とかだと思うんで、もうさすがに撮り直した方がいいですよ、みたいな。僕も黒いロン毛の状態だったんで、はい、結構バッドコンディションではあるんですけども、本日写真撮りに行く前に、一食目いただきたいと思います。本日食べる焼きそばはこちらです。はい。ガーリックマヨネーズということで。はい。今日初めましての方、何人か、カメラマンさん、ヘアメイクさん、お会いするのに、これ食べていきます。はい、最低なんですけど、今日集合が17時とか、結構夜寄りなので、今まだ午前中なんで、もう早いうちにこれ食べてしまって、紹介しようかなと。人参入ってますね。すごい。焼きそばソースにマヨネーズと。はい、うわ、ソース焼きそばとは違う色ですね。うわ、めちゃくちゃガーリックくせえ。こいつはやべえぞ。うわ、やば。すげえ匂いなんだけど、これやばいと思う。それじゃあいただきます。見てください、ちょっとね、麺の表面がすごいザラザラしてるの分かります？これ多分全部おろしニンニクがついてるんですよね、多分。うわー、この後人に会うのやだ。なんかニンニクっていうよりなんか、いや、めちゃくちゃ言い方が難しい。なんかエンジンみたいな味が。うん、おいしいですか。すごいですね。なんか普通のラーメン屋よりも、はい、カップ焼きそばとかの方がなんか塩分多いと思うんですよね。ああ、いろいろ入ってそうですね。そう、なんか自家製のものじゃないと。
縛りしましたよ。いやいや、もう何その縛り警察みたいなやつ。はい、ということで、宣材写真を撮りに来まして、メイクとヘアをやってまいりました。マヨ油メイルにしようと思います。エネルギー722点やばすぎるって。あ、なるほど、ソース焼きそばに特製調味油を入れた一品。あ、普通の焼きそばなんだ。味は入れますね。すごい、ただのペヤング。ここまではってことは、これで200ぐらいあるってことですよ。やばくね、これで200キロカロリーあるの。いきます。うわ、やばいって。うわ、この辺のこれ見て、やば。うわ、ぬるぬるになった。え、ラーメンみたいな。うわ、これ気になるわ。これだけで味変わんのかな。マイヤプロ、これはね、絶対に持ち歩いた方がいいです。よし、うわ、いただきます。いやー、これはずるいわ。うまっ。うわ、なんか普通のペヤングのソース味を3倍ぐらいまでしてる感じ。うわ、うまっ。甘いんですよね、この油が。で、よりこのソースにコクが足されてる感じ。これは見て、わかりますか？テリッテリなんですよ。この辺とかすごくない？本当にちょっとメイク中すいません。これマジびっくりするぐらいうまいわ。ちょっとだけ食べてみて。いや、てかだから俺グロスでしたっけ？いや大丈夫、これグロスぐらい油あるから。え、なんかね、普通のペヤングにプラスで調味油を足したってやつ。なんか謎名油みたいな。うまやばくないこれ？これやばくない？え、何これ？味。あ、普通のペヤングの味。世界一位。やばいよね。うん。今俺がどうやったら痩せるのかっていうのをすごいレクチャーしてる。おい、自分の縛りエピソード自慢話すんなって。お前のだ、縛り自慢すんな。いや、洗剤ね、普通の。はい、完成。はい、はい、あ、笑顔いらないんで。あ、辛そうな顔してもらって。あ、いいですね。いや、これ絶対使わないだろ。いや、でもいい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。じゃあ、ありがとうございます。やば、めっちゃいいやん。めっちゃ良くない？めっちゃいいやん。あ、すげえな。いやー、いい感じだな。俺のじいちゃん。はい、OK です、ありがとうございます。はい、宣材写真の撮影が終わりまして、はい、最後の一食ですか、これ。最後ですね、ついに最後です。こちらペヤング超大盛りです。わー、最後に持ってきたな。俺たちのです。最後はね、この立派な公園で。おい、立派って言うな。いや違う、それも語弊あるだろ。公園だから食べてもいいね。椅子はあそこにあるよ、ベンチ。あー、出てるじゃん、公園。出ちゃって。でも思ったよりなんか体力使う撮影だったよね、写真なのに。久しぶり撮ったから洗剤なんか何時間？ 3 時間以上使ってるんです。4時間ぐらいですかね。4時間ぐらいだよね。いやでもいいよね、このなんかちょっと仕事終わり感がある時の。そうなの、部屋に。あとね、今ね、外がちょうどいい涼しさなんで。今ちょうどいいね。季節的にもね、ペヤングが、公園ペヤングがね、生える時期なんですよ。いやだから北海道の寒空で食べる焼きそば弁当がめちゃくちゃうまいから。うまい、確かに。いや、外で食べるね、カップ焼きそばマジうまいんやね。確かに、わかる。ペヤングばっかり食べてるとさ、焼き弁とか食べたくなるね。あ、結構対極いない？スパイシー系と甘い、ね、なんか食べやすい系で。そしたらいただきます。給食もペヤングありがとう。うまそう。うん、うわー、でも1週間の時よりもちょっと飽きるね。
やっぱ八つ葉とて本当にいろんな種類食べたじゃん。油そばとか。うまそう。うん。ペヤングって通り悪いよね。俺だけだと思ってた。あ、俺もそうだよ。でも、うん、あのね、詰まる。やっぱ食堂に。びっくりした。なんか俺変なこと考えてた。俺なんかそういう喉になっちゃったのかな。いやでも全部そうだよ、あのカップ焼きそばって。でもあの詰まりがいいんだけどね。あの詰まりも楽しんでる俺は。焼きそばの詰まりのこと喉越しって思ってる。お前ヤバすぎるよそれ。よし、ザード流れてるぞ。いやでもさ、俺も今さ3日間3食唐揚げ弁当生活やってるけどさ、3食ってやっぱきついよね。1週間3食とかよくやったなって思うもん。あ、ごめんなさい。お疲れ様です。残り撮ってました。素敵なカメラをありがとうございました。はずっ、こいつ公園でギャグ食ってるわ。わらわらわらってツイートされないかな。このキャベツがね、甘くて最高なんだけど。甘いよね。甘いよね、めっちゃ、うん、で超大盛りはほんと入ってるから。あ、うわ、ごちそうさまです。意外ときつかったぞこの生活。きついよな、3食生活って。ふう、お腹いっぱい。でもあと4日やったら1週間いけるよ。そのさ、縛り悪魔のささやきやめて。めちゃくちゃ怖いからそれ。でも今回ペヤングの種類もそんななかったね。結構なんかさ、突飛なペヤング出てもすぐ終わるよね。そうあいつら。あのきんぴらごぼう味とか俺結構好きだったんだけど、もうどこの店舗もない。まあ何ですよね、3日間3食ラスト9食目ということで。はい、お疲れ様です。はい、最後に大盛りを一緒にねここで食べれてよかったです。はい、明日ね朝起きた時体重また測ってもらって。あ、これは太ってるだろうな。悪い太り方してそうだな。じゃあ最後宣伝写真撮ったハルくんのかっこいいペヤング写真と一緒にご覧ください。めっちゃかっこいいよ。どうぞ。はい、お疲れ様でございます、はい、いやーすごいな、やっぱペヤングってペヤングってさ、あんなちっこいのにマジでカロリー高くね。高い。僕も何個か食べさせてもらいましたけど、うん、まあ、じゃあ一番美味しかったものっていうか、まあ、3ぐらいは。9種類食べたんですか。そうだね、だけどまあ全部大とペヤングショーとかも食べちゃったから、はいはいはい、っていうのもあるんですけど、まあ僕が食べて、まあ今まで食べたのものを含めてちょっとトップ3ちょっと紹介したいんですけど、まあ、3はあのペヤングイカスミ味。これね、すみません、この生活中は食べれなかったんですけど、1週間3食の時食べてマジでうまかったやつあったね。うん、そうそうそう、あれはマジで美味しかったです。なんかね、イカスミってさ、うん、あれ何なんだろうな。僕もこの前イカスミカレー食べたんですよ。はい。で別になんかイカスミ味ってわけじゃないんですよ。いや、イカスミは多分ね、イカのあのコクみたいな、うまみみたいなのが出てるんだと思うんですよ。第2位がもつ煮込み味。あ、出てましたよね最近。味噌もつ味みたいな出てたんですよ。あれがもうガチでそれなの。普通にさ、もつ鍋食べに行った最後の締めのラーメンみたいなのじゃん、うん、もうあれと全く同じ味すんの。あれってすごい時間かけて、もつの旨味とかが足されてるから美味しくなるんだけど、うん、俺がもう一瞬で再現されてて、で、あと火薬のもつがちゃんとしっかりしたもつなの。え、じゃあ1位気になるな。やっぱ1位は俺はオーソドックスなやつなのかなと思いますけど。じゃあ1位。あ、いいところつきましたね。1位は、ペヤング迷い油ってやつですね。迷い油。これは最終日にちょっとさ、一口食べてもらった。あー、洗剤取ってる時。あ、そう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 。あれは、あれはね、うまかった。ベース全く同じペヤングなんですけど、うん、全く同じペヤングに、なんか200キロカロリーぐらいある謎の調味油っていうのが出されてるやつ。怖い。そう、だから迷う油みたいなの書いてあるんですけど、うん、それ。迷い油って読むんだ。多分ね、あの迷うって字に油って書いてあるんですけど、やっぱベース、ペヤングが一番うまいってなるんだよ、やっぱ、オリジナルが。でもそれを、その味でさらに美味しくしたって感じなんで。あれはちょっとやばいっすね。ずるい、あれは。確かにうまかった。でなんかガソリン入れてるみたいなやつで、うん、大丈夫かこれって思ったんですけど。はい。はい、ということで体重測ります。はい、検証前は70キロジャストだったもんね。果たしてだけを取ってるのか。いきます。ちょっと手が分かんないけど。え、でもマジで読めないけど。3日3食ぐらいで痩せんじゃん。さあ、いきまーす。うわっ、すげえ。
げえすげえ、ピッタじゃない70.05 まで出るんだってことは多分本当にマジで何も変わらなかったです。いやそうだよね、70キロから70キロぐらい。おお、まあ、健康面の問題だと思うけどいやそう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 、体重がマジの変化はなかったですけど、最近思うんだけどさ、これ27歳じゃん俺らって今、うん、で、まあ、来年28なわけじゃん、うん、なんか俺らって体重で検証してるじゃんいつも、うん、で多分さ、それ以上のものが今後出てくるよね、失われてんじゃねえかって思っちゃった。本当になんか1週間のなんかもご褒美ぐらいが一番うまいよね、ペヤングって。たまの、いやご褒美ですよ、これは。まあね、とりあえずここからはね、栄養取れるような縛り生活をちょっと一回したいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。じゃあまた次回に縛り生活お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。